リンズは外に持ち出してガードナーがステップバックしてスリーを打っていく。いきなりブザービーターで沈めてきました。9対7またリードの宇都宮。ベースラインまで行って、ああこれは若い2人のいいコンビネーションになりました。ダブルエースというふうにも今シーズン言われています。細谷がボールを回していきます。10年目の選手、ともに経験のあるガード2人。この高い位置からバック、いやすごいバックダウン。昨日からそうなんですけど、ここのポゼッションですよね。そうですね、はい、タイヤツもつやーっと、そしてボンサーのダンク。イカルガがバックダウンしていって、まあ、ミスマッチにはなってましたが、やはりコリンズは比江島なんですね。そうですね、はい、しつこくついていくスピンムーブ、バスケットカウント。ディフェンスをかいくぐってこのスピンムーブからのシュート。カイル・コリンズはそのテーブス海には隅野がチェックに行っている。そして今度はスイッチしまして、シェーファーというところ、これは速い合わせ、テーブスからポトゥーです。2節を連勝というペースに持っていけるかどうか、そこにつなげるためにも一つ重要なここ合わせがあって、シュートが決まった。コリンズワースからユトフ、81対60、そして高いジャリウープ、カイル・コリンズワース、長野からコリンズワース、ボールが止まりました。宇都宮ブレックス、実にアウェーで7連勝。あの琉球のヒリヒリするようなホームでの連敗の後、見事3連勝です。一方連敗が初めて4まで伸びてしまいましたシーホース三河。